今日未明、福岡県久留米市や大牟田市では1時間に60ミリを超える非常に激しい雨を観測しました。現在、福岡県と佐賀県の一部で土砂災害警戒情報が出されているほか、北九州市などで警戒レベル4の避難指示が発表されています。明日午前6時までの24時間に予想される雨量はいずれも多いところで筑後地方で150ミリ、筑豊地方で120ミリなどとなっています。一方、JR 鳥栖駅では落雷によって信号が故障し列車が入れない状況となっていて、鹿児島線の木山駅から久留米駅の間で運転を見合わせています。ではこれまでの雨の降り方から見ていただきます。一時福岡県などに線状降水帯が発生しました。そして新たな雨の帯が五島から佐賀にかかっています。先ほど佐賀県多良町に大雨警報が新たに発表されています。この後も土砂災害や浸水、増水、川の増水などに警戒をお願いします。この後の雨の予想です。だんだんと雨の帯は南に下がって昼過ぎには落ち着いてくるでしょう。